い、神チームの神の伊藤です。今回はですね、エヴァストアリミテッド T-Face さんの方に今お邪魔して動画の方を撮らせていただいているんですが、前回の動画でこのエヴァストアリミテッドさん T-Face さんの方のエヴァの商品グッズの方を皆さんと一緒に見ていったんですが、今回なんとちょっとね、ある企画の方をちょっとやっていただこうと思うんですけども、こちらの方がですね、このエヴァストアリミテッドさんで売れ筋商品を僕がちょっと当てていこうと思いますね。そしてその、当てていくわけなんですけども、もしも外れた場合、そちらの商品は僕がお買い上げという感じでいきたいと思いますね。そして今回ですね、そのエヴァストアリミテッドさんのスタッフさんの方に今からちょっと、ね、一緒に同行していただいて当てていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。やっぱりグッズだと思うんですよ、僕は。なんで、ね、グッズの方をまず見たいと思うんですけど、どうですかね、皆さんもこれ見ながら、これじゃないかなとかね、そういった感じで当てていただきたいと思いますよね。やっぱね、今の売れ筋ってやっぱりですよ、これは絶対僕当てていいですか。はい、どうぞ。いいですか。いいです。絶対ですよ。もうこれ一発だったらもう動画これ3分間で終わっちゃいますからね。こちらじゃないですか、エヴァストアさんのタペストリー。さすがです。やっぱこれはもうエヴァストアリミテッドさんの方でね、はい、先行販売されていた、おっしゃる通りの商品になりますからね。正解です。かなり人気の商品です。あ、なるほど。一番っていうわけじゃないんですけど、っていうことは、人気商品ではあるんですけど、外れってことですか。一番ではない。あ、なるほど。じゃあこれをありがとうございます。いきなりやっちゃいましたね、これ。うわー、マジか。絶対これと思ったんですけどね。これもう先行商品ですもんね。そうですね、はい、いやー、違ったか。じゃあとりあえずこちらお買い上げさせていただきます。ありがとうございます。てか僕持ってるんですけど。わかりました。じゃあもう次当てます。はい、はいはい、こっちですね。もうね、やっぱりタペストリーが違うとなると、おそらく皆さんね、やっぱ値段的にもやっぱ買いやすい値段だと思うんで、クリアファイル、そして新エヴァンゲリオン劇場版のやっぱり一番売れそうなものってこれだと思うんですよ。青のクリアファイル、これはどうですか。はい、人気ではありますが一番ではないです。あ、違いますか。でもやっぱ人気はやっぱりありますか。人気ありますね。やっぱ映画やってた時は、はい、かなり一番人気ぐらいでしたね。あ、そういうことなんですね。やっぱり今ちょっと新エヴァンゲリオン一番もう終わって、もう皆さんも持っているって感じになってるわけですね。はい、なるほど。そうですね、やっぱりお買い上げですか。ありがとうございます。これ僕持ってるんですけど、全種類ありますので、ご遠慮なく。ありがとうございます。次行きますわ。はい、じゃあ意表をついてですよ、フィギュアってことも考えられますよね。そうですね、フィギュアもやっぱり売れますもんね。人気ですね。やっぱりそうですよね。フィギュアで人気があるものって何ですかね。みんな買うもんですもんね。うわ、これ難しいな。どうしようかな。でも1番って考えるとフィギュアはない気がしますけど、でも分かんないですもんね。分かんない。じゃあこれじゃないですか。やっぱ今売れるのはやっぱこれと思うんで、寿屋さんのアスカ、こちらの方どうですか。人気ですけれども、はい、全然1番ではないです。フィギュアは全部人気なんですけれども、はい、あるものだけがドーンとこう売れるっていうわけではなくて、皆さんそれぞれお好きなもの。ああ、そういうことですよね。はい、うわ、これやばくないですか。これちなみに値段ついてないですけど大丈夫ですか。ピッてやればレジを通せば値段わかりますので。わかりました。お楽しみに。ありがとうございます。これ僕持ってるんですけど。袋いっぱいになるまで、2個でも3個でも。いや、もうちょっとごめんなさい、ちょっと手が震えてきましたね。はい、もう全部持ってるんですね、これ。せめてこっちにすればよかったです。その方がお財布は優しいかも。きついな。じゃあすいません、そろそろヒントいただいてもいいですか。はい、そうですね、男性も女性もお子様も、はい、皆さん好きなものですね。男性も女性もお子様もみんなが好きなもの。便利なもの、ね、あ、便利なもの、あ、分かりました。便利なものですね。と、便利なものとなってくると、多分僕の予想ですよ。もう先ほどね、もう皆さんと一緒にこう見てきたんで分かってます。便利なものといえばこれだ。ラスト1個、あ、来た、絶対これ。マグカップ、これはだって使えますもん。はい、どうですか。こちらはハズレです。ですね、はい、これ
あれば、はい、一番売れたかもしれないぐらい人気の商品なんですけども、ちょっと人気なのか、今回あまり数がもうちょっとしか入ってこなくて、そういうことですか。あと1個なっちゃったので、あ、なるほど、もっと売れたものはあるんですけれども、はい、なのでこちらはあの美味しいお茶が飲めると思いますので、ちなみに持ってなかったです。あ、そうなんですか。これも、はい、これは買います。はい、人気商品です。人気商品です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一つ、じゃあ、 あのヒントもらっていいですか。ちょっとバリエーションがある商品ですね。おお、バリエーションがあるということはですよ、便利でバリエーション、便利でバリエーションがあるもの、ちょ、皆さん、あの、すみません、あのね、ちょっと一緒に考えてほしいですよね。便利でバリエーションがあるもの、ラジオエヴァさんじゃないですか、ひょっとして。便利ですよね、これからの時期にこれも便利だと思うんで。快適ですね。快適ですよね。あ、今ちょっとなんか今これ誘われた感じがしたんで、結構僕のツイッターのフォロワーさんとかも結構これ皆さん着られてるんですよ。これじゃないですか。はじめです。ありがとうございます。これでもちなみにどうですか、こちらの商品だと。あの、非常に人気はありますが、はい、価格もある程度するので、はい、バンバン売れるっていうものではないですね。お好きな方がちゃんと試着して買っていかれるっていう感じの人気ではあるんですけど。なるほど、そうですよね。一番人気っていうほどではないです、ね。あ、そういうことですか。これってお買い上げ、お買い上げですか。羽織っていただければ。わかりました。じゃあこれ、あの、あ、でも僕ちなみにこれ僕持ってなかったんで。あ、そうですか。はい。ちょうどよかったです。ちょっとどうぞ。お似合いに。どうですか。色があります、ね。あ、いいですか。でもここまでかなり人気商品は出てきてます、ね。はい、あ、本当ですか。もう残すとか。じゃあ、あの、もう一つ、じゃあヒントいただいてもいいですか。そんなに高いものでもないです。はい。フィギュアとかアパレルなんかだとちょっとお値段がそうですね。はい。ますけれども、はい、そこまでではないですね。なるほど、はい。そこまでじゃなくて便利なものでみんなが使えるもの。そして男の人も女の人もお子さんも使えるってことは服じゃないってことですよね、多分これは。そうですね、はい。だからこれ僕完全にこれやらかしたやつですよね。あ、分かりました。はい、いいですか。はい、もう当てていいですか。はい、そんなに高くないもんですもんね。はい、カバンです。はい、こちらは以前の会場で一番人気だったわ。あ、そうなんだ。以前の会場で一番人気だったら、もうこれで良くないですか。ダメなんですかね、これは。いいです。これはちょっと不正解で。ああ、なるほど。ちなみにこちらの方が4,180円、ラジオエヴァさんのカバンになりますね。これはあのお買い上げですね。はい、ありがとうございます。あの、せめて色を選んでもいいですか。あ、いいです。かなり近づいてきてますね。あ、マジですか。すっげえ惜しいです。うわあ、マジか。ってことはですよ。ラジオエヴァさん、はい、でカバンってことじゃないですか。あ、いいとこですね。よし、じゃあこれはここに行きましょうか。じゃあとりあえずラジオエヴァさんでもうカバンってきたら分かりました。はい、もういいですか。もういいですか。こちらじゃないですか。5,280円、コットンバッグ。はい、こちらがもうあと一歩のところまで来て不正解です。あ、違うんですね。いや、もう本当に惜しいですね、これは。うわー、もうここまで行けば、なぜこっち行っちゃったぐらいの。あ、 OK です。今のナイスなナイスなコメントもらいましたわ。もうこれを選ぶのはさすが伊藤さんって感じですね。そっち行っちゃうみたいな。じゃあせめてこれ色選ばせてもらっていいですか。買いますんで。はい、便利でですけど、ちょっとお子様というよりは。そうですね、確かにファミリーですね、これは。お子様となるともう、あ、そうですよね。はい、じゃあこちらの用意します。お子様の方にはいろいろこういっぱい入るんで、人気の商品が。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。もう元気出していきましょう。もう最後これもうね、やるって言った企画なんで最後までやりたいと思いますね。もうリーチかかってます今。あ、本当ですか。もうごめんなさい、じゃあもう分かりました。ありがとうございます。はい、ラジオエヴァさんのおそらくですよ、ランチバッグ。正解です。いや
いや、ありましたね。ってことはエヴァストアリミテッドさんの方のやっぱりこの、まあ、売れ筋としてはやはりこのランチバッグ、こちらの方がやっぱりもう、そうですね、あの毎回いろんな会場でいろんな色がありまして、はい、あのかなり人気の商品でいろんな方にあの支持させていただいてされてる商品。そういうことなんですね。やっぱね、今ラジオエヴァさんといえばね、すごく今人気があるブランドにもなってますし、あとね、やっぱこのエヴァストアさんとエヴァストアリミテッドさん、買いに来るお客さんの層っていうのがやっぱ違うと思うんですよね。そう、例えばそのショッピングセンターの方に入こういつもこう開催されているんで、この買い物ついでに来る方とか、そういった方もいらっしゃると思うし、違うんですね。いや、でもこれどうですか、皆さん当たりましたか、どうですかね。これじゃあ僕もこれじゃあ綺麗にお買い上げで、 ありがとうございます。いやー、やれましたね。じゃあこれちょっと、じゃあとりあえず今回のこのエヴァストアリミテッドさんの T フェイスさんの方で今ね、あのスタッフさんと一緒にあのエヴァストアリミテッドさんの売れ筋商品の方を、まあ、一緒に回ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、そんな感じで今回の動画を忘れていただきますじゃないですね、これお会計の星だったんですね。お会計あちらでございます。わかりました、じゃあ行きます、はい、ありがとうございます。このエンディングダメですか。じゃあこれお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにいいんですか。ありがとうございます。こちら人気のランチバッグでございます。はい、はい、まずこちらが、2530円。はい、これくらいならあのそうですね、はい、なぜそっち行くんだっていうこのちょっと大きいのを探してます。はい、こちら、あ、ちょっと跳ねましたね。はい、バッグもこちらも以前人気だった、はい、あ、以前というか今でも人気なんですけれども、はい、今回はランチバッグの方が今日はここまで全部ラジオエヴァさんですもんね。そうですね、はい、ラジオエヴァここまで1万約2000円と、はい、そして、こちらの新エヴァンゲリオン劇場版のポストカード、はい、あのクリアファイルですね。もうちょっとバグってきましたね、僕もちょっと、はい、そして、湯飲みですね。あ、じゃあ、マグカップですね、これは。ラスト1。はい、ラスト1。もう皆さん、ね、明日これ TFS さんに来てもあのないですからね。僕は買いましたからね、これ。そして、マリとアスカの、タピストリー。はい、乗ってますね。はい。さあ、そして、最後、こちらの。ほとぶき屋さんのシロップラグスーツのアスカ、これを僕持ってますよ。来ましたね。29,150円。来てるじゃないですか。バレましたバレました。来てるじゃないかと。ちょっとごめんなさい、万引きしようと思いました。あ、ダメですね、それは。お願いします、はい、ありがとうございます。あー、きつい、これこんなお金持ってないっすよ、今日マジで。いや、こちらで当店の今日の売り上げが2000円分買ってこのポストカードもらおうと思ったら43,900円でございます。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 わかりました、現金持ってないんで、エポスカードですよ皆さん。エポスカード皆さん持ってますか。これも僕もね、これまあ、個人的にはね、あまり、クレジットカード使わないんですけど、今日は使いたいと思いますね。あとでガラガラもじゃあお願いしますね。よろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じで、今回は、エヴァストアリミテッド、T フェイスさんの方でお邪魔して、エヴァストアリミテッドさんの人気商品の方を、店員さんと一緒に見ていきました。皆さんどうでしたか？当たりましたか？はい。もう僕はね、43,000円使って、なんとか当たりましたよ。はい、またこれからもね、エヴァストアリミテッドさんの方で、まあ、開催されるときに僕の方も動画の方を作っていきたいと思いますんで、またその時の動画見ていただきたいと思いますね。ちょっともう胃が痛いっすわ。はい、まあ、そんな感じで今回の動画を終わりいただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。そしてエポスカードもよろしくお願いします。数字の方がね、裏になったっていう話も聞いたんで、またね、新しくなったって感じがしますよね。